屋外ステージにようこそお越しくださいました。もう暑い中早くから皆さんお越しいただいて本当にありがとうございます。では早速ですが、皆さんお待ちかねのトライアルデモンストレーションを行いたいと思います。プロバイダーの超絶テクニックを皆さんの間近でご覧いただくことができますので、皆さんお手持ちのカメラ携帯電話でぜひプロドライバー撮影していただければと思います。さあ早速今回超絶テクニックを披露いただくプロライダーに登場いただきたいんですが、皆さん大きな拍手と声援でぜひお迎えいただきたいと思います。さあまずはお一方目、ヤマハファクトリーレーシングチーム所属、2017年全日本トライアル選手権国際A級スーパークラスランキング2位、プロヤマ健一選手です。向きを変えて反対側のお客さんにも、はい。
たいあげるといいなよ、早くチャンピオンも欲しがる、お金も欲しがる。
Thank you.
姿、ほぼほぼ助走を短く、ほんと高いね。考えるところから、ぴゃんと飛びますね。で、ぜひともそれを。ジャンプ台がね、短いから意外に難しいんだね。これが長い距離で、長いジャンプ台だと、ビューンって飛ぶんですけども、この短い距離、そして短い助走から、ぴゃんと飛びますんで、これがトライアルジャンプです。はい。しかも、ちゃんと、バーが降りてますからね。なんで置いてるんっていう。時間ない。はいはいはい。そろ興味がきちゃっていますね。すいません。初めてやるもんです。そうなんです。皆さん応援してください。金ちゃんの優しさで喋ってくれるのは。どうぞ。これね、いや、ちょ、結構やばい。ちょっと、これ応援もらった方がいい。え？これもらった方がいい。Thank you.
今小川選手が大失敗の後ろタイヤ、そして僕が成功した後ろタイヤ、今度小田子選手前タイヤの2台早く行けよ。やばいやばい、あ、
Thank you.
ですよね。ありがとうございます。通天閣のそばにある商店街を封鎖してトライアルスーパー営業が集まっての模擬レース、まあ、デモンストレーションイベントをやりますのでぜひとも、もちろん入場無料です。はい、ぜひとも串カツか生ビールか何かを飲みながらでも見に来てほしいです。アジア初のイベントになります。はい、よろしくお願いします。はい、この後僕たちと僕と山電車館内に戻ってですね、ダンロップのトークショーは3時からです。はい、3時からやりますんで、今のデモを見に来てそれのなんとなくのイメージを持ったままお話を聞いていただく。多分まだまだ喋り足らないと思います。はい、面白いと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとハイタッチをしてお別れしたいと思いますので、栗山選手は走りながらハイタッチをお願いします。